富士山のふもとでマラソン大会が開かれ、およそ1万人が晩秋の湖畔を駆け抜けました。河口湖と西湖を周回する富士山マラソンでは、オリンピックメダリストの有森裕子さんの号砲に合わせてランナーが一斉にスタートしました。今朝の河口湖の最低気温はマイナス3.2度と今季一番の冷え込みでしたが、マラソンには絶好のコンディションとなりました。